どうも、アイチです。ちょっとマスクで申し訳ないです。マスクの理由は概要欄の方見てみてください。で、今日が8月10日、今撮ってるんですけど、明日からお盆休みですね、世間的には。で、まあ、中高生の皆さんが直接そんなスケジュールにはなかなか関わってこないとは思うんです。ただ、1、2年生とか部活がある方なんかだと、部活がまあなくなったり、まあ、お盆期間も関係なしにある部活もあると思うんですけど、まあ、部活がなくなってちょっと自由な時間が増えるようなんてことが起こったりとか、塾によっては夏期講習が止まる塾もいくつか知ってますけど、まあ大体あるかな？あるイメージもあるけど、まあ塾がなくなったらさ、そのまあ、それも同じように自由時間が増えるなんていう、ちょっと多少スケジュールが変わる方もいると思うんですが、主にそのみんな中高生に影響が出るのって、家族の予定が変わるんだよね。まあ、基本的にはお父さんお母さん働いていらっしゃる方はお盆休みで長期休み、まあ長いと10日ぐらいなのかな、今年は。休みが入るので、家族でどっかに出かけたりとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんとかに帰省したりとかする方もいらっしゃると思うんですね。で、そのお盆期間に、特に受験生そうなんですけど、やっぱり勉強のリズムが崩れます。で、これはね、致し方ないと思うんだよ。みんなが、その、みんなの意思でさ、どうこうできる問題ではないでしょ？だって帰省するにしても出かけるにしても家族に言われちゃってるわけだからさ。で、そのリズムを崩れるは崩れるんですけど、その崩れる量をちょっと抑える。抑える方法をちょっと思ってることがあって、それを今回伝えていこうと思います。で、一番シンプルで分かりやすいのはですね、このお盆期間に、例えばこの日、例えば、8月12、13とか、この日に、やる勉強の、まあ、設定ね、目標量を例えば決めるじゃないですか。その目標量をめちゃくちゃ少なく設定してください。で、規制してみなきゃ分からないっていうところもあるんですけど、みんなね、帰省がさ、人生初めてじゃなかったら、ちょっと想像してほしいの。帰省期間って、おじいちゃんおばあちゃんとかに帰ってる時って、できなくない？勉強。結構さ、その、夜とか暇だし、なんて思うんだよね。だ時間あるかなとかって思うんだけど、なんだかんだで、時間なくなるんだよね。あと、やっぱりいつもの環境ではないので、集中できないんだよね。こう、なんかそわそわするみたいな。そう。で、あとは何かしら親戚が集まったりとかさ、するので、そう、時間取れないんだよ。だから、その目標量を多く、いつも通り設定してしまうとこなせないんだよね。で、やっぱりね、今まで、例えば自分で決めたものをやってきたって、そのリズムを作ってきてた子が、今は自分で決めた量をこなせないっていう日が続いてしまうとね、一気に崩れる。んですよ。結構積み重ねたね、その、なんてリズムがね、一気に崩れてもったいないことになってしまうので、だったら最初からすごい少なく設定してください。ほんとね、こんな少なくていいのかなっていう思うでも構わない。そう、0より1だから。そう、0で、もちろん、もうリフレッシュ期間だからいいのっていう方はそれでもまあいいんですけど、でもそれだと結構ね、全然やってないことにこう気にしてしまう方が多いので、少ない量で設定して、それを隙を見つけてやる。帰省期間でも旅行中でも。自分はね、旅行中とかでもね、させたくなっちゃうんですよね。例えば、机に座ってペンを動かす勉強じゃなくても英単語帳とかちょっとこうなんか見るだけでできる勉強とかもあるじゃないですか。まあ自分の動画でもいいと思うんですけど、なのでこう簡単にほんと短い時間でちょっとサクッとできる勉強で構わないので、やっぱね、一日一回どっかでね勉強する時間は作ってもらいたいなと思います。で、もう一個だけポイントが、その少ない量を設定するじゃないですか。それを例えばこの日、8月じゃあ13日にこの量をやりますって決めて、イメージとしては、なんか昼間忙しそうだし、夜やろうみたいな。夜どうせ暇な時間あるしっていう風に思う方いると思うんですけど、これね、早い時間にやっちゃおう。午前とか、もう隙あらば先に終わらす。あのね、帰省中とか、まあ旅行中もそうなんですけど、夜がね、使えないんだよね。何気に。結構、自分もね、その、俺、福岡が、じいちゃんおばあちゃん福岡で、まあ、群馬に住んでるんですけど、群馬で育って、で、毎年、中学卒業するまでは毎年福岡に帰ってたんですよ。で、結構長い期間、2週間ぐらい、がっつり帰る家だったので、その時も、やっぱちょっとやろうと思うわけ、受験生だった時とかね、やんなきゃって思うんだけど、夜がね、できないんだよね。普段夜全然勉強できんのに。そう、だから、その、やっぱり、体調的にもやっぱリズム、違う環境に置かれてるからさ、それがね、狂ってるので、だから、隙あらば早くこなす。その日の目標をさっさと終わらせるっていう。で、残りのね、時間、例えば午前中終わらせたら午後のからさ、夜にかけてはさ、もう今日終わってるし、みたいな。気持ちも楽に過ごせるし、で、終わってるんだけど、夜ちょっと時間できたなって、まあ今日の終わってるけど、まあ今日の復習するかとか、明日の分ちょっとやっちゃおうかなとか、それでも構わないと思うので、上乗せで、
やる時間、夜に関しては。で、今日決めたのは早い時間にやるっていう風にやっておくと、お盆のその期間でも結構リズムが崩しにくいというか、崩れる量を減らした状態で、お盆を終えて、夏休み後半、その自分のね、またリズムを取り戻して、過ごすことができますので、ぜひ試してみてください。